僕はシマリス、北アメリカに住んでいる。僕は寒い冬には冬眠をする。冬眠って言っても時々起きて餌を食べたりトイレをするんだけどね。僕たちシマリスは体に脂肪を蓄えることができないから、地下にどんぐりを貯めて冬を越すんだ。ほっぺたにある袋にどんぐりとかを入れて巣に運ぶんだよ。寝床は木の葉で作るんだ。僕はキタリス、中央ヨーロッパに住んでいる。僕らキタリスは木の上に小枝で丸い巣を作ったり、あるいは木の穴に苔などを引いて巣にするよ。冬にはこの巣で子供を産むんだ。僕らは冬眠はしないけど、秋に木の実を蓄えて冬に備える。いろんな場所に分けて貯めて冬を待つんだ。僕はインドオーリス。僕はインドのごく一部の森林、木の上で暮らしている。僕はリスの中で一番大きいんだ。なんと体長は40センチ、尻尾の長さは60センチもある。体重はなんと3キロ。シマリスの体重は100グラムだから、シマリスの3倍も重いんだ。それに見てくれよ、僕のこのカラフルな毛並み、綺麗だろ？僕は果物や木の皮や葉っぱ、種、鳥の卵、昆虫なんかを食べているんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。バイバーイ。